ですか？だってさ、はるかってああいう子でしょ？私が一肌脱いであげないと何にもできないからさ。で、どうだったの？とぼけないで。ちゃんと聞いたんでしょ？はるかの気持ち。で、高行はどうしたの？オッケーしたんだ。お前、鈴宮と付き合い始めたんだって？おい、大丈夫か？映画に誘ってあげなかったのよ。言ってない。昨日電話で遥と話したからよ。ちょっと今の態度は何よ。追い返すなんて一体どういうつもり？俺たちはお前の友達だな、早瀬。だから俺たちはお前のこと心配してるんだよ。
違うよ。それはなるみくんでしょ。高雪の彼女でしょ。好きで付き合ったんじゃないの。Thank you.
お宅でしょうか。はるかです。
習は午前で終わったの。なんでこんなとこにいるのよ。ん？どうしたの？なんか元気ないみたいだけど。聞いてる？お願いがあるの。教室のロッカーに体操着とブルマーがあるの。持ってきてくれないかな。誰かさんが。さっさと取ってくる。着替えるに決まってるでしょ。そう、ロードワーク兼ねて帰るの。何よ。何よ、いきなり。
高雪。ごめん。それより、その顔どうしたの？ほっぺ、黒いよ。バック、焼却炉行きだったのね。そういうことにしとく。うるさい。ありがとう。私は水泳部期待の星だからね。妬まれんのも当然。まあ有名ぜってことで我慢しとくわ。何よ。ほっといてよ。そうだ、さっきも聞いたけど、なんで高雪がここにいるの？あ、わかった。この前怒ったくせに恋愛しとるね。忙しかったしね。どうしたの？はるかは羨ましいよ。だってさ、ずーっと思ってた相手と夢かなって、こうしてさ。はるか、言ってないでしょ。あの子ね、1年の頃からずっと高雪のこと好きだったんだよ。やっぱり自分でもそう思うんだ。私もそう思ったんだけどね。あの子ちょっと変わってるからさ。変わってるっていうか。ちょっと聞いてよ、あの子の伝説。
あのね、1年の時さ、臨海公園の競技場で体力測定あったじゃない。私たちの日さ、朝から小雨が降っててさ、あの子長靴で来たのよ。可愛い傘とお揃いの。そしたらさ、あの子運動靴忘れた上に午後から晴れちゃって100メートルのタイム測ってたんだよ。お腹痛い、お腹痛い。あとね、はるかの妹のあかねに聞いたんだけど、はるかが小学校の頃、夏休みの宿題で朝顔の観察日記があって、あかねと二人でアイス食べながら庭で朝顔を眺めてたんだって。あかねアイス食べ終わっちゃっても、はるかしゃがんでじーっと朝顔にらみつけたまんま動かないから、私も見てなきゃって思って我慢して見てたんだって。でもういい加減飽き飽きして、はるかの方を見たら黒い物体がそこにいたんだって。溶けて垂れたアイス伝って、登ってきたアリッコがびっしり。アカネが教えたら、あの子取って取ってって泣きながら走ってきて、アカネも怖くて号泣しながら逃げ回ったんだってさ。でもね、そんなところが可愛いって近づいてくる先輩なんかもいたんだよ。その人かなりかっこよくてさ、頭もよくてさ、誰かさんとは比べ物にならないくらい。それでもさ、あの子ずっと高雪だけ見てたんだって。信じられないくらい一途よね。普通即そっち行っちゃうとこだよ。もし真司君にそういう思いを寄せる子がいたら、羨ましいと思うでしょ。高雪だって。でもそれは真司君じゃないんだよ、高雪なの。はるかは高雪と夢かなって付き合えたんだ。よかったって思う。それに私が高雪や真司君とこうして友達になれたのも、はるかのおかげなんだ。今だから言っちゃうけど、
私、はるかのために高行に近づいたの。私も3年になって初めて知ったんだ、はるかの気持ち。あの時のはるかがさ、高行のこと聞くわけよ、毎日のように。で、問い詰めたら、はるかが高行のことが好きだって。なんでわかったのって。バレバレだよね、普通。そこがはるからしいとこなんだけど。でね、かっこいい先輩振ってまで思い続ける男はどんないい男かと思って気にしてみたら、ねえ。ごめん、今まで黙ってて。怒った？でもね、すぐ任務そっちのけになっちゃった。高行バカで本当に楽しかったし。高行も真司君も私を特別扱いしなかったし。高行たちと知り合えるきっかけをくれたから。だからさ、私、はるかと高行にはいつまでも幸せでいてほしいんだ。この数ヶ月でなんとなく分かったような気がするんだ。はるかが高行を好きな理由だから応援してんの。言えないよ、なんとなくなんだもん。でも真司君もきっとわかるって言うよ。きっと自分じゃわからないんだよ。でもはるかは高行のそんな良さを誰よりも知ってる。だからうまくいってほしい。なんてね。これも今だから言うけどさ、私、高行はオッケーしないんじゃないかって思ってたんだ。だって、高行は全然はるかのこと知らない。あの子はいくらせかしても存在をアピールしないし。それで、祭りに連れ出したり、カラオケに呼んだりしたんだけどさ。それでいきなり告白でしょ？高行の反応を見ててまだ早いって思ったんだけど、はるかの話を聞いてたらこっちも辛くなっちゃって。最初はね、ただそばにいるだけでよかったみたいなんだけど、そのうち悲しくなっちゃったんだって。すごく近いところにいるのに気持
ちはものすごく離れてるのが分かって逆に悲しくなっちゃったんだってさ。はるかはそういうとこ繊細なんだよね。だから思い切って告白しちゃえって。私も彼氏作ろっかな。やっぱさ、女だもん。優しくしてくれる人がいれば嬉しいし、その優しさは独り占めしたいよね。高雪、私やっぱり走って帰るわ。これ今度洗って返すから。
話って。ないです。嫌です。嫌。戻すなんてダメ。絶対嫌。だってやっとその言葉が聞けたのに。どんな気持ちでもどんな言葉でも私にとっては大切なの。だから私今でも成美くんが好きです。だから
これからも、これからも一緒にいてください。